はい、皆さんこんにちは、ハイシス。本日はですね、eBay で商品をですね、海外に販売する際にですね、一つ気をつけておくこと、それはですね、ベーロというプログラムになります。これは Verified Right Owner というものなんですけども、本日はこのベーロについて解説をしてみたいと思います。本日の内容にご興味のある方まで最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started!はい、それではですね、早速、本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。eBay に行くとですね、Verified Right Owner Program っていうのがあるんですけども、これはですね、eBay によってもすでにね、認証されたですね、知的財産権のオーナーのプログラムというところなんですけども、これまあどういったことかと言いますとですね、やっぱりメーカーさんっていうのは、商標権を持ってたりとかね、知的財産権 IP ですね、Intellectual Property Right とかですね、いろいろ持ってたりとかするわけなんですよ。この IP とか知的財産権っていうのは、国の地域によって違ったりとかして、例えば、アメリカだけ持っている場合とかヨーロッパだけ持っている場合とかっていうのがあると思うんですけども、であとはですね、まあ、この有名なブランドになってきます。例えばソニーとかになってくるとですね、ソニーのヨーロッパ部署とかね、もしくは支店とかね、代理店とかあると思うし、欧州にもあったりとかします。そこの各市場には各市場の支店とか代理店とかブランチっていうのがここにマーケティングを投入して、どういう商品を盛り上げてブランディングを構築して売っていくために多大なマーケティングコストを投入したり労力を投入したりとかしてるわけなんですけども、そこにまあ日本から我々のようなセラーがですね、日本で仕入れたソニーの商品、もちろん正規品であったとしてもですね、それを勝手にポーンとですね、欧州とかね、欧米の方にですね、eBay とかを使って直接お客さんに販売するとですね、現地のソニーとかの支店とかブランチっていうのは結局儲からないわけじゃないですか。なぜかというと、現地の工場で生産した商品を現地でヨーロッパで売ってたりとか、もしくは日本のソニーの本社から正規の代理店とか支店であるヨーロッパ部署が日本から仕入れてヨーロッパで売っていったりとかするわけですけども、そこに日本市場用に作られた商品をですね、我々がポンって出していくと、いくら本物の商品だったとしても、Verified Right Ownerから eBay に通告をされて、まあ、eBay からお咎めのメールが届くというところがね、あったりとかします。もしこの通告のメールが来て、この商品出せませんよって来た場合ってどういう風になるかということなんですけども、誰がこの Verified Right Owner なのか、権利所有者なのかっていうのがね、書いてあって、そこのメールアドレスが書いてあるので、自分でその連絡先に連絡をして、なんとか出させてもらえませんかっていうことを交渉する必要があるんですけど、まあ、ほとんどのケースはダメなので、米ロの違反によって eBay から取り消された商品っていうのは基本的に出すことができないというのがね、あったりとかします。例えば出すこと自体がダメだった商品もあったりとかすれば、勝手に写真を使ったり、勝手にビデオを使ったり、メディアを使ったり、文言を使ったり、ロゴを使ったりっていうので違反になったりとかするケースもあるので、米ロの違反報告のメールが来た時にどういった内容なのかっていうのはね、自分で判断してアピールできるものはアピールすればいいし、難しいものに関してはですね、残念ながらその商品は出品することができないというところになってきます。米ロのパーティシペントプロファイルというところに A から順番にですね、こういった会社っていうのはですね、 eBay のベールプログラムに登録しているので、常にこの eBay の出品を見ている会社ですね、違反出品があればこういった会社が eBay に通告をしてセラーさんの出品が取り消されるといったことがね、あったりとかします。なので世の中にはエリアごとに知的財産権とかを持っている会社とか組織があるということはね、一つ覚えておいて、日本の例えばビッグカメラさんで仕入れた本物ですからと、それは分かります。分かるんですけども、それはあくまでもラベルもパッケージも日本語で記載してあって、日本の消費者向けに付けられた、例えばソニーの商品にあって、日本語のパッケージのままそれを海外に出していくときっていうのは、当然ながらこのヨーロッパの市場の人、それから US とかの市場の人にとっては、日本語のパッケージとかもそもそも読めないわけですし、仕様も違ったりとかするんですよね。中にはこう電圧も違ったりとか、そういう商品もあったりとかするわけなんですね。なので、大手になってくると、各エリアごとにですね、支店とか販売代理店とかね、パートナーシップがあったりとかして、その地域ごとに証券の意見があったりとかするってことをね、覚えておく必要があるんではないのかなというふうに思います。はい、ということでですね、本日のこのベーロについてですね、ちょっと簡単によりはありますけども、解説をしてみました。もし本日の内容が良かったと思ったらぜひいいねをお願いします。チャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。Twitter の方もぜひこちらの方からフォローしてください。幸いです。また、日々とセグノーハンについてメルマガの方も配信してますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys for watching and I see you guys tomorrow. Bye.